おはようごござざいいまます。塾の久保でございます。ので今日はねちょっと自己責任論についてて、えー、考えてみよよ。ううかなと思うんですよ、えー、このね自己責任っていうのは自分の責任を回避するためにお前それは自己責任だよっていうことではないんですよね多分巷で言われてるのはこっちの方だと思うんですけども私が考えてる自己責任は結果からあこの結果って自分の行動から来てるんだなつまり自分が原因を作ってるな自分が選択してるな自己責任だな ってていいうふううううにに自分に対してねねね振り返る、返り見る言葉だだとと思思んんでですすそ概念よ、ねまあ、例えばね、あのー、我が子が、まあ、私も、ね、子供がいるんですけども我が子が学校でいじめられた、うん、学校んだよこの学校はっていうのも一つなんですけど学校のせいにすべてするのも一つなんですけども,も,けどもあれ自分はしっかりと学校を選んだんだろうかとかねその別の学校の選択肢はなかったんだろうかってことを考えるとあそういえばあ自分にも責任あったかなと。 学校ばっかりが悪いいわけじゃないよねってだってちゃんと通ってる子もいるしなっていうふうに考える自己責任っていうのがあると思うんですよまたですねある会社に就職してその会社が自分の思うようなところではなかっただから労働基準監督署に殴り込,込むぞみたいなのもね一つなんですけどもあの、ね、会社は騙されたとかねいうことも一つなんですけども自分はしっかりその会社を選んだのかなとかねうん自分はどうしてその会社にしたのかな どこを自分が信頼がたると思って自分で決めたのかなっていうふうに変えりみるとやっぱりね自分で選んでそこにエントリーしてるわけなんですよねえそしてその会社に合格をもらった時っては喜んだはずなんですよよし一生懸命働くぞと,と思ったはずなんですよでもいつの間にかその会社が自分の居場所所有物のように感じてえましてやねその会社って まあ、まさかに従業員一人のためにあるわけではないですからねやっぱり会社ってのは社会のためとか、ね、顧客のためとか経営者とか株主のためにやっぱ優先順位ってのがあるわけなんですよそう考えると従業員っていうのはちょっと寂しい、ね、脇役になることも結構多いんですよねでもそれをやっぱ容認してそこに入ってるわけですからあ自分が選んだんだなと自分がそれをちゃんと理解してもしくは理解できずにそこに行ってしまったんだなと不確定要素があるという選択肢のもとそこを選んだんだな最良の手段として最良の選択肢としてそこを選んだのは自分の責任なんだなっていう。 感じることができるのかなと思うんですよことですねビジネスや会社選び恋愛すべてこれなんではないかなと思うんですよすべての結果は自分から起きていると誰かに強制されてってことではなく誰かに操られてってことではないわけなんですよねだからどんな嫌な目にあってもどんなに惨めな目にあってもそれは自分から起きていることだというふうに考えることによって新しく一歩が踏み出せるんではないかなと思いますけども皆さんいかがでしょうかそれではいってらっしゃい。